さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ市民球場にて注目のゲームが始まろうとしています。それでは早速参りましょう。まず三塁側広島東洋カープ、先発投手は加藤。その投球に注目が集まります。そして対する一塁側オリックスバファローズ、先発投手は山崎。ナイスピッチングに期待したい。それでは先発投手をご紹介します。マウンド上は特殊能力スロースターターがついている山崎。1、2回をうまくしのぐことができるか、その投球に注目です。さあ非常に注目度の高いゲームが始まりました。バッターは1、打ちました。ライト方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト。0対0で迎える2回です。ここでバッターは園部。打った、いい当たり、抜ける。園部クリーンヒット。2アウトから0対0で迎える3回です。ここでバッターボックスは青。打った、これは抜ける。中継、青木ナイスバッティングです。カープ先制のチャンスを迎えます。打った、広沢取って一塁へ素早く送球、アウト。よく間に合いました。さあここで特殊能力バットマン、空振り三振。山崎プレッシャーをものともしません。そしてバッターボックスは中村。どう出るか、打ちました。待ち構えているセカンド、アウト。これで3アウト。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。3回の表が終わって0対0、バファローズ先制のピンチをしのぎました。0対0で迎える4回です。そして迎えるバッターはメヒア。スローカーブ、空振り三振。山崎バッターを翻弄します。打ちました、上げてしまっている、掴みました。これで2アウト。ここでバッターは赤松。セットポジション第2球はさあ打ちました。これはどうだ、レフト見上げた、ホームラン。先制ツーランホームラン。レフトスタンドへ吸い込まれていった。変化球を完璧に捉えました。見事な一発を見せてくれました。今の先制の場面リプレイでご覧ください。さあここでバッターボックスは今日はヒットを放っている園部。1球目を投げた、初球すっぽ抜けました。ツーシーム見送って、ボ直球ストライク。投球4つ目、ここで打った、どうだ、センター見上げた、ホームラン。点差を縮めていきます。ストレートを完璧に捉えました。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。バファローズ大展開迎える7回です。さあそしてバッターはここまで2安打の園部。さあ打ちました、これはどうだ、ホームランだ、ホームラン。ここにドラマが用意されていました。初球をうまく捉えました。いやー、この場面でチームを救う見事なホームランでした。リプレイで逆転の場面をご覧いただいています。カープダメ押しのピンチを迎えております。さあそして迎えるバッターは今日2打席連続でホームランを放っている園部。この回畳みかけていくか、おっとすっぽ抜け、余計な力が入ったか、投げました、いい当たりが飛んでいる、見上げた、ホームラン、ツーランホームラン。園部なんとこれで3打席連続ホームラン。ストレートを完璧に捉えました。ベンチ前ハイタッチの列ができている。それでは先ほどの得点シーンもう一度ご覧いただきましょう。カープ何としても得点を挙げたい9回です。ここでバッターボ打ちました、センター前に出る、取りました。バファローズ最後をきっちり打ち取ってゲームセット。バファローズ見事な戦いで白星を挙げました。圧巻の戦い、格の違いを見せつけた。さあそしてバファローズファンの皆様、よろしいでしょうか。ヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。
今日は本当に2人とも大活躍でした。さて